ココちゃんこんばんだ、やっほー。さっきとあまり何も変わらない安原を登場させてみました。うん、ということでここからは安原が、まあ、約1時間ぐらいを使ってどれぐらいキュルキュルになれるのか昨日メンバーが苦手に挑戦してたんですね。で、私はちょっとお休みをいただいてたので T シャツの修正は最後にします。あのリプ今でも間に合うのでどうぞ。あの急遽安原あの9日お休みしてたから T シャツやんない方がいいかなと思ってたらやっていいよっていうことだったので急遽ですが今買ってきましてやってきました。めいちゃん、はい。ということで、あの私の苦手はなんか可愛くなるのがあんまり得意ではないので、普段の格好もロンティー、こういうロンティーになんか最近は白パンとかなんかそういうパンツ系ショートパンツとかもそうだけどばっかりなので、ここからはまあどれぐらい急急になんかもうそれこそ地雷系ぐらいまでできるのかやってみたいと思います。できるかな、わかんないんだけど。で、服はなかったのよ。やっぱ可愛い服が、あの本当にメンズライクが好きなのでなくて、なのでこの昔着てた、昔まこ先生にもらったこのワンピースを最後に着たいと思います。しかもここ後ろハートだからね、つまりは可愛いんですよこれ多分ふりちゃんお清め。そう、このワンピースを最後に着て完成にしたいと思います。じゃーん。だからもしデジタル写メとか頼んでくれる人はもうキュルキュルの方になっちゃうのでお願いします。苦手に挑戦です、これはあくまで苦手に挑戦。今スーパー行ってきたから、そう苦手に挑戦するよ今から。さっき買ってきたものが一番可愛くないおつまみニンニク買いました。で、T シャツなんですけど色が多分みんなびっくりしちゃうと思う。なんとオレンジにしました。なんか元気が出る色っていうことだったのでオレンジで、元気が出そうな色を5色ぐらい選んでジュリアンに何番がいいって言って左から番号を決めてやったらオレンジになったので、今回はオレンジ色にしたいと思います。まあ絵が一番浮かびやすいと思うので。なんかもう赤もやったし絵めぐりもやったから、で青もやったから今回はオレンジにします。香水塗っとくねおつまみニンニク好きなのよめちゃめちゃ。じゃあ今日はその可愛くなれるように今から頑張りたいと思います。まずコンタクトを入れます。そこからやるっていう。今回使うのは最近よく私が使ってるナチュラル UV モイスチャーのチャーミングブラウン。パケがもうピンクで可愛いでしょ。おつまみニンニク大好きなのよ。さっきあんだけお菓子とか紹介しときながらさ、自分が食べたいもの考えた時しば漬けとおつまみニンニクだった。なんかこういうメイクがいいと思うよって途中であったら言ってください。でも、もうとりあえずコンタクト入れるだけで変わるから見て。まずはそうキュルキュルメイちゃんになる。だって髪の毛とかもどうしよう、ハーフツインとか。このコンタクトを入れます。あ、キュルキュルじゃん。
キュルキュルって言えば正解みたいな感じになっちゃってる。こんなに変わるんだよ裸眼と。だからつけるよね。そりゃおつまみにんにく大好きなんだよね。にんにく好きなので、みんなに会わないからあのみんなに会えないからさ、食べるなら今だなって思って。はい、ということでまずはコンタクトを入れました。裸眼が好きだった人ごめんね。いるのよたまに裸眼の方が好きですって。でも今日はキュルキュルになるから。ほらキュルキュルに見えてきたでしょ。そしたらまずキュルキュルの子たちは目の下が脳に命をかけてるイメージ。結構変わる変わる。で今もう使ってないピンクのアイシャドウも引っ張り出してきました。どうしたらいいんだろうか分かんないんだけど、とりあえず目の下、目元見ただけで恋した。本当にまず目の下にもうここですねに涙袋のライン、私は普段書かないんですけど涙袋のラインは書きます。キュンキュンが止まらん。なんか書いてるイメージなんですよああいう子たちって。結構深く苦手だわこういうの本当。なんか世の女性はみんなそう涙袋もキラキラにしないといけないので、とりあえず目の下に描きました。で目の下に色を入れるんですけど、何色がいいんだろう。下に入れる色なんかもうピンクみたいなやつをまず入れてみますねこんな濃い色入れたことないよね。やばい濃すぎた。え地雷メイクみたいになっちゃうかもこれ。濃すぎたかもしれん。いやみんなから見るとさ光に当たってるから。今の子たちってどういうメイクしてんだ。濃いね。キュルキュル。結構なんか元々の色が、あでも今からぼかしますよ。大丈夫。安心して。落ち着いてみんな。慣れてないからちょっと慣れてないの。慣れてないからさ。落ち着いて。これ普段使ってるパレットです。私がよく最近使ってるパレットはこれ。このキラキラをもう存分に塗ります。あやばい落ちた。安心してください。えてかまだ上をやってないからさ、もう今言い訳しかしんから。こっから最初はこんな目の下にこんなに塗ることないし。とりあえず目の下はこれで終わり。目の上はあの子、ああいう子たち、キュルキュルの子たちは何を使ってる？でもやっぱピンクだよね。じゃあピンクシャドウを使いましょう。最近ピンクしてなかったしな。
セミタンこんばんざい。見える？ピンク。ピンク色。です。難しいね。わかんない、ほんと。結構エスアラの鏡の中ではめちゃめちゃ変わってるんだけど、もうシャドウやめよう、怖い怖い。ねえ、地雷のライン描けないんだけど、どうしたらいい感じで。やっぱ可愛い女はまつげをバチバチに上げないといけないから、可愛い女といえばまつげをバチバチに上げる女だってことで、まつげを上げます。上がった？可愛くなっていく子って可愛くなるかは分かんないよ、こっから本当に。本当はアイプチした方がいいんだろうが、アイプチはやらない。のでこれ多分目の上もキラキラを入れた方がいいのか。キュウキュウになるぞ。あんまりこういうさ、キルキルさを出すことがないから、好評やったら今後それでやるわ。こうやってやるとめっちゃピンクで、もともとやってるけど今回マスカラをやります。目の周りがキラキラして眩しい。キラキラ輝く星となるよ私は。今日の夜ご飯何食べようかな、考えるだけで幸せになってきた。どう？で多分下まつげも塗った方がいいんだろうね。これは最近はよくやってるから、下まつげ塗るのは問題なくできるっていうか抵抗がない。ちょっと前だったら抵抗があったかもしれないけど、さあここからですよね。アイラインをどうするか。あ、とりあえずこれと目の周りをキラキラさせるって。多分こういう子たちは垂れ目なんですよ。垂れ目に引いた方がいいと思うから、とりあえず一旦今のアイラインを除去しよう。やばい。
じゃん。どう思う？こういう女の子たちってみんなからしたら。とりあえず今描いてたアイラインを除去しました。でも垂れ目ってどれぐらい垂れ目にしてるんだろう。結構かな、結構いく感じ。これは難しすぎない？私垂れ目似合わない。うん、どういうこと？似合わな。似合わなさすぎて笑うんだけど。超似合わない。やばい、癖で跳ね上げちゃう。無事はいつも跳ね上げ派です。あ、やばい、跳ね上げちゃった。跳ね上げてしまった。どうしたらいいんだろう。左がめちゃめちゃ下手くそ。あ、右か。こういう感じ？ここのラインを引けないんですよ、安原。あれどうやって引いてんのかな、みんな教えてほしい。なんかヤングな女の子いない？ちょっと怖いんでこっちで描きますけど。ちょっと難しいな。さらリキッド派です。100リキッド。アイラインじゃなくてシャドウが強すぎて全然映ってくんないんだけど。結構濃いやつなのに。わかんないね、あんまり。あ、結構いっ T シャツの中層は諦めてブロマイド2種か検討中。ブロマイド2種です。T シャツは今日だけ。わかんねえ。あんまり私こんなやらないんですけど、普段メイク、目に、そもそも目、アイメイクにこんな時間かけたこと
かんない、世の女の子はこういうのやってるんだろうけどさ。世の女の子ではなかった。それまでに戻ってくる。何時くらいに？ラスト30分ぐらいかな。まあ、とりあえず分かんないな、正解なんかな。次チークをやりたいと思います。さやら使ってるチークが、これですね。購入ギリギリにならないよ、30分前にやるから。これですね、エチュードハウスを使ってます、今は。で、多分ここら辺からもうチークなんですよ、多分だけど。マジ難しい、世の女の子はすげえな。いやね、いつもより全然濃いと思う。いつも メイク10分で終わるもん。OK。 でとか言って、もうバタバタやっていきます。バタバタやっていきます。なじませます。よし、濃すぎん？むずっ。正解が見えなくなってきたよ。かんまるさん、こんばんは。すごい濃いメイクが好きな人は好きだと思うけど、
私のファンの人別に濃いメイク好きじゃないしね。今日の目先にやっとこう。すごい似合わん。チークも入ってキャワですね。キャワキャワになっております。ジャンボさんはじめましてじゃないけど、はじめまして。今日の安原は初だもんね。これはハイライトですが、もうめっちゃ塗ります。もうキラキラにしといたらええやん。わかんないけど、いでまる元ひろさんこんばんは。照れ笑い可愛すぎてにやけた。ニヤニヤしちゃうね。今こんな感じになっておりますけども、普段はもっとメイク薄いので、シャス。いでまるさんやっほー、たくまやっほー、こんばんざい。もう顔面で何をやったらいいかわからんから、画面はもう置いとこう。で、一旦お茶を飲み。ま、音で分かる通りメイクポーチがちゃんとしたポーチじゃないので、ガシャガシャ鳴ります。音が、やばいねっつって、とりあえず一旦この色濡らしてください。乾燥を防ぐためです。色としては向いてないタイプ。こうやってやったら結構さ、いない、こういう子。いるよね、いる、こういう子いるよね。ウケんだけど、こういう子いるよね。今時の子になれない理由が分かった気がする。全然くし見当たんないし、それは安原めって子だね。マッチングアプリで出会いたい？絶対メンヘラだよこの子。
いそうだよね、普通に。普通にお金なさそう、この子。姫カット感を出そう。結構今ミョンだからさ、出せるから。出して、どうやったら地雷女になれるかを言ってんの。ハーフチン、ハーフチン。今日の配信もしてたの。あ、まだか。街中歩いてたら声かけちゃう。声かけてくれ、逆に。こんだけ恥ずかしいことしてさ、声かけられないってやばすぎない？遅いで行ってらっしゃい。あ、違うな。早急に気づく。これぐらいだな、多分。結び方が可愛くないんだよね、多分。これで多分だけど、チュンさんこんばんざい。多分だけどクルリンパをするんだよ。ほら、よく見るじゃん、こういう女。女とか言っちゃった。よいしょ。こういうことじゃないの？そうでもない。あれ、違った？こういう女いるよね。こういう女とか言っちゃった。え、こっちじゃないのかな。ちょっと今試行錯誤パターンだから、ちょっと待って。ここを逆にこう取って、こっちか、こっちか。あ、こっちだね。これだと分からんもんね。分からんか。分からんね。え、髪の毛でこんなに苦労すると思わんかった。どういうこと？どういうこと？だだだ。ハヤスツインクルリンパは一時期めっちゃやってた。何が正解なんだろうか。とりあえず前髪を止めよう。横髪か。横髪を止める回をしよう、一旦。違和感ない？本当？その言葉を信じるよ。こうだね。ここで多分ご
ギブリの触覚みたいなのを作るんだと思う。ここでクルリンパをするんだと思うんだよね。違ってたら申し訳ないけど、前見えないし、いや違和感しかないよ私からしたら。よいしょ、じゃないの多分。リンパした方がいいのかな。した方がいい。これはクルリンパしますよ。とりあえず前が見えない。てかミョンがもうあだになっちゃってるんだけど、これぐらいを取って後ろはこうにします。こういう女の子たちはなんか偏見ですけど、あんまり髪の毛を太く結ばないイメージがあって、なんか毛量どこにあんのみたいな子たちが多いイメージなんですよ。でもその時点で私はこういう女の子にはなれないわけですよ。わかります？あの子たちの毛量どういうことって思うもん、いつも。めっちゃお腹すき始めてきちゃった。こういうことじゃないの？合ってるかな、合ってる？ちょっとこの道のプロいないんですか、どっかに。じゃじゃん、こっちの方が全然綺麗なんだけど。どういうこと？こっち汚っ。ちょっとミョンが暴れてるで、取りまして、大丈夫、今からやってくから、なんとかなるはず。すっげえミョンが暴れてるけど、どうしたらいいんだろう。答えはきっとエクステで本当の髪はそこまで長く。なるほどね、そういうこと。リボン、リボンないな、あんのかな。ちょっとリップを普段あんまつけないピンク系で一回落とすわ。まず服を持ってないから顔とティッシュくらいの姿は可愛いよ。リップ落としたくて。あんま使わないこの。今ギャルだもん。
どこのジャンルをご所望かな、いいとこ教えますね、今から買いに行くのやば、とりあえず、ね、横毛を一旦落ち着かせて、ちょっと姫カットっぽくしますね。やりすぎた。お腹鳴ったんだけど、こういうことやってる前にお腹空いたって言ってる。ちょっとしたクルンができない。と鋭いのがいい。鋭いってどういうこと？逆に伸ばすってこと？逆にこういうこと？こうなってる方がいいってこと？どういうこと？こうなってる方がいいってこと？え、ちょっとわからんな。助けて。みんなのあれによって完成度変わるからね。本当に。見て、これ完成失敗したらみんなのせいにしちゃいそう。てかそもそもこのミョンが落ち着いてないのが問題だ。もっと後ろに引っ張る。あ、まあまあ隠れてはきた。これで巻いたらいいの？難しい。なんかぐるんぐるんに巻いた方がいいんだろうけど、時短を使いますね。ここは髪の毛巻くのは時短を使います。まず毛先を外巻きにします。これ結構女の子覚えといたら楽だよ。外巻きにしちゃいます。全部姫カットはヒロシンさんの姫野さんとかがそうだから、メイク動画とか。そして今見れない私携帯1台しかなくて、どんなめいちゃんでも精巧な顔面。本当に系統全然違う。やっぱまずこういうメイクとか本当にやらないから、いや本当に今手探り。今はこうやって毛先を外巻きにしちゃいます。先にもうこれが一番私が今までやってきた中で一番早い巻き方。くるんって外に巻いちゃいます。髪の毛の癖とかもあるから。よし、あれですけど女の子になったら役立てて、先に外巻きをつけてって、てか彼女とか巻いてあげるみたいな時はこれが不器用でも多分できる巻き方だと思う。あぶ、こういうことやってるから顔やけどするんですよ。でそしたら180度までしか温度上がらなくて死ぬ。あれ朝洗い今200度でやってるね。205、220まで上がります。そしたら、とりあえずハーフツインのとこだけ多分ゴテゴテに巻いた方がいいので、後ろは適当に、まあ適当で、あの上側
だけでいいんですけど、表面の方だけ巻きます。下は髪の毛の中の部分は巻かなくても巻いてる風に見えちゃうから、これによって大丈夫。せめて200は超えてほしい。これはシャロニアですね。シャロニアはいきますよ、結構。ちょっと巻いちゃった。女の子って大変すぎない？どういうこと？なんか女の子で生まれてよかったって思う瞬間はあるけど、小泉小泉ちょっと正面側は見える髪だけが多いからちょっと巻きますけど、でもこんだけ巻いただけでもう巻いてる風に見えるから、ほら、ゆる巻きで巻いてる風に見えるので基本大丈夫。一回持ち上げてみて、まあ、ちょっと気になる場所があれば、もうでもこっち側は巻けてますね。言うて、まあ、言うてなんかあんまりこういう子たちってゴッテゴテに巻いてるイメージないので。こんばんざい、マサオさん。フレムこんばんは。今日は地雷な感じに挑戦しております。ちょっと巻き込んじゃうので止めちゃいますね。ちらかぼちゃん、やっほー。結構完成してきたよ。でもサロニアは結構安いし意外と温度も上がるからおすすめ。あ、やばいやばい、燃える。めっちゃ布の上に置いてた、あぶねー。今日はあんまり苦手に挑戦ということで、こういうキュルキュルな女の子が苦手というよりはこういう子たちを見るのは別にいいんですけど、自分がこういうのになるのに抵抗がすごいあるので、うさぎミクって子がこの間メイク動画を上げてたからおすすめ。ちょっと第2回をやるときはその子のメイク動画を参考にしよう。なんかもう未知の世界すぎたわ。まず涙袋を描くってどういうこと？なんかもともと涙袋があるタイプなので、そう、描くまでの思考にいかなかったっていうのは正直あるけど、さ、私は右利きなので、いや、アイテープは本当に分からなさすぎて、今やってないんですけど、アイテープやらないことにしてる。もう分からなさすぎて。はい、ということで下は巻きました。二重作る？へー、整形？整形？確かに二重ってなると整形っぽいよね。そしたらこの触覚ちゃんは結構ゴリゴリに巻きます。
多分上に出る髪の毛なので。可愛い、好きです、やった。今多分で全部話してるから分かんないんだけど、今まで見てきた子はそうだったっていうだけで今話して、今日はミックス巻きですけど、まあ可愛いと思います。なんか全部同じツインテールになると思います。まあ、言って今同じ方向に巻きましたね私。みかんちゃんやっほー、こんばんざーい。よし、エマについて教えてください。エマは、特別なやつで、特別なやつでって言い方あれですけど、特別なやつで特典券3枚でゲットできるあのエマなんですけど、欲しいメンバーのエマの、エマの欲しいメンバーの、欲しい、欲しいメンバーのエマがあるじゃないですか。その子の特典券を3枚買っていただいて、で、あの備考欄の方にエマ希望って書いていただくとエマが届きます。私たちもエマの実物はまだ見てないんですけど、メンバー各自で書きます。だから誰一人一緒になることは、年賀状のエマ版って感じですね多分。ただ限定個数なので早めに、結構こういうこともよくある、結構ね、あれなので、なるほど、わかりました、いいえ、分かったならよかった。はい、ということで、まあ、とりあえずはいけたのかな。あ、やばい、やりすぎた、やったな、これ、ここに来てやっちゃったな。いけた？ガッタガタになっちゃった串どこやったっけ、あった、ここだね。地雷ってよりメンヘラみたいになってきたか、助けて。地雷になりきれないんだよきっと安原が。てか前髪が長いのよね多分今。普通に置いておくともう本当に長いから大変、苦労してる前髪に対して。オッケーかな。木村さんこんばんざい、こんばんざい。
どっちがいいんだろう。めっちゃ伸ばした方がいいのか。おんまゆ、おんまゆになったらね、前髪本当にすごいことになっちゃう。とりあえず、とりあえず、とりあえず、とりあえずとか言いながらもう全然諦めきれない前髪。うん、でも重たい前髪の女の子っているから大丈夫。よし、オッケー、オッケー、オッケー。もう諦めも感じない。時に諦めを感じることは大事だから、感じよう、もう諦めよう。まあ頑張ってる方。よし、いつもと全然違うよ。じゃあワンピース着たいと思います。いけ、いい感じ、オッケー。今いい感じよ、すごい大事よ、今超頑張ってるから。ちょっと靴下だけは勘弁してね。寒い、こんまで。いや、お前が決めたんやって誰か突っ込んでください。なんで着替えてからやんなかったんだろう。本当に理解できん、自分のことが。もう短け、丈が短け、丈が短いよ。腕上げたらパンツ見えるんだけど。よいしょ。あ、いけた。OK。よいしょ、よいしょ、腕上げてって。あなた様お決めになられたのございます。それはそう。あ、もうなんで、こっちじゃない方がいい。何分だ、もう20時1分だよ。やばいやばい、本当に1時間かかってる。こんなつもりじゃなかったな。あーあー、指で行った方が早そう。アディットさん、はーい。マジ必死。しかもこれ髪に飾る用のリボンじゃねえ。あ、口が悪いですね、すいません。じゃないでざます。もうくちゃくちゃ。ゆうすけやっほー、こんばんざい。
よしよし、ああ正解なのこれ。リボンでけえ。あ、痛い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 、許して。ちょっと今日はちょっとズルをしよう。正解はどうなってるのが正解なの。これが正解なの。正解が分かんない。メイクとか込みで1時間ならいい速さなのかな。どうだと思う、みんなは。テンポいいと思うんですよ。いて、よいしょ。戸惑いが両方あります。一応2本あった。ここで特典券買ったらおみくじブロマイド買える。1枚だよ。そう、買える買える。特典券1枚でおみくじブロマイドです。おみくじブロマイドはすげえ逆だな。おみくじブロマイドは各メンバー2種あるので、ぜひ好きなメンバーのゲットするもよし、まあ、おみくじブロマイドなので何が当たるかわからないランダムにしてもいいかなと思います。はあ、何これ、ちょっとかわいい、ありがとう。まあ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 、とりあえず完成してねえな、これ。こう、ちょっと、あ、もうどう、こうか、こうで、で、こうか、で、こうだな。それと、できたできた、できてんのかな、わかんねえ、もうわかんねえ。あ、できました。今日とか出たら不幸じゃん。あのメンバーによってもう担当が決まってるから完成。完成しました。もうこれでいいや、妥協も大事だ。よっちこんばんざい、こんばんざい。いや頑張った頑張った、1時間で大体の。ぬきちさんこんばんざい、あらかわいい、ありがとう。ということで今日は94かわいいになりたくて頑張ってみました。どうですか、ハーフツインをしてちょっと姫カット見ある感じで、重ため前髪でメイクもいつもとは違うピンク系、チークいっぱいで完成です。本当に似合わないんです、私骨格的に。っていうか目がもともと釣り目だし、あの顔長いからこういうの似合わないんですよ。完成してからやいや言う気になっちゃった。やいや言いますよ。ちょっと似合ってないんだもん。私はこういう格好をするのがすごく苦手なんで、苦手に挑戦ということで今日は挑戦してみました。なんか
もはや何が足りないかが分からん。こっからもっと多分できるんだろうけど、多分もっとこことか白いと思うんですけどね。左のリボンも横、こっち横向き、どうやってやったらいいか分からないの。助けてほしい。逆にこれはどうやったらこうなったんだろう。本当に分からなくて今。こうか。これが限界なんだけど、どうなってるのかがわからない。リボンで生きてないからね。そもそも私最近のライブご存知の方もいると思うんですけど、髪飾りつけてないんですよ。この向き合ってる？終わりました。 あーってなるわ。もう今だって下見せられない。もう短すぎて、いや本当に短いのよ。本当にほらめっちゃ短い。ここです。ここだよ。ここどんな JK？ めちゃめちゃ短いんですけど、腕上げたら本当にあの見えちゃう。本当に腕上げたらここら辺まで上がってきちゃうからやばい。これで昔外出てたって思った。私は自分で自分にびっくりだよ。危ない。めいちゃんおみくじブロマイド1万注文しました。よろしくお願いします。ありがとうみかんちゃん。ありがとう。一瞬ちょっといいですか。疲れちゃいました。もうこの格好がデジタルシャメとか今ならゲットできるので、ゲットしてね。ちょっと一瞬ラジオにします。画像から見たらメイク濃すぎるだろこいつって思われちゃうよ。あ違う、そう切り替え簡単にできるよ。でもなんかここまでメイクしちゃう気持ちもわかるけどね。どっちかというと私は分からんことはないけど、絶対にいつか自分素の自分を受け入れられなくなっちゃいそう。ここまでやると確かに変われるからあれだけど、だって目とかいつもとマジで違うもん。まずアイラインを下向きに描くことがないからさ、下のなんかこの垂れ目メイクが似合わなさすぎて。ほらこうしたらめっちゃいそうだよね。ここまでやっちゃえば超垂れ目な感じ。
でも垂れ目メイクがマジで似合わないなと思う、私多分そこまで。これ似合う子すごいね。スクショ？キャンメイクの女みたいになっちゃってる。これがやっぱ一番良かったんだな。はい、ということでこの顔で配信しようかな。ココちゃんいる？ブロマイドにする？どっちだい？どっちでもいいよ。今日までなのかな、おみくじは。多分わかんないけど、私の一番好きな食べ物はおつまみにんにくです。おいしいよ。ヤミーだよ。あむあむ。おつまみにんにくおいしいよ。絶対こいつ飲んでるやんみたいな、ギャップがやばいよね。こういう女の子目指そうかな。つまみにんにくが大好きです。どういう声の子なんだよ。おつまみにんにくはやばい。いるな、いるよね。こいつ絶対酒めっちゃ飲むよ。私酒飲めないけど、こいつ絶対酒めっちゃ飲むと思う。ピンクモンスター大好き星人やね。ピンクモンスターは飲んだことがありません。私が今すごくハマってやるのは、ハマってる？すごく好きなお菓子がこちら、おつまみにんにくです。すいません、ちょっと鼻声なんですけど、え、ごめんね、鼻声なの今。おつまみにんにくはやばい。いるよね、マジで。美味しそう。今閉店しました、お疲れ様です。歌姫かわいい、ありがとう。石川の美味しい日本酒好き、菊姫。みんなで食べよう。あとあれじゃない？あとね、私は今これを持ってるからできる。タバコ吸ってそうみたいな。素にならんように頑張って、頑張る。これおやつです。ココアじゃなくてオレンジシガレットがあったの、好きで。ちなみにタバコを吸ったことはありません。オレンジシガレ、やばい女になっちゃってる。メンヘラだね、どっちかというと。これはメイタン。はい、こんばんざい。ココちゃんどっちにする？
前髪馴染んできたかな。ちょっと熱が取れて落ち着いてきてるのかも。デジタル写メは、まあ、こういう女の子になります。まあ動画もだけど、かわいい。初期なの初期なの初期初期初期ピー、なんでこんなに興味ない。キャバ嬢、キャバ嬢っぽい。飲んで飲んで飲んで、違うな。何が？あ、 T シャツどうする？さっきブロマイドにしようかなって言ってたから、どうする？女の子、女の子始めました。だから飲んで飲んで飲んでとか言ったら飲んでる人みたいだけど、私お酒も飲まないんでコール知らない。飲んで飲んで飲んでしか知らない。あとなんだっけ、なんか聞いたことあるな、なんか打ち上げかどっかで聞いたことあるのは、なんかなんだったっけな、もう忘れちゃった。めいちゃんかわいい、ありがとう。そう、 T シャツ抽選だけど、もし今ブロマイドにしちゃうんだったら抽選外れられるけど、どうするっていう。当たるかわからないあれですけど、あれですけど、だっていいよ、了解です。じゃあもうやっちゃうねって言っても2人しか、もう急遽だったしね、2人しかいないんですけど、私のやつ。待ってね、やばいやばい、マジでこの滝怖え、マジパンツ見える滝だと思う。なんか出てきたし、やばいやばい、よいしょ、危ない危ない、本当によくやるからマジで気をつけないと。まあ、2人しかいないので、まあ、またねこういう、でも結構ねそういうのね当てる人固まりがちなんですよね、毎回2人しかいないので2人の名前を書きたいと思います。
だからあれですよ、当たったら6枚買うてねっていうあれですね。当たらなくてもあれだよ、なんだっけ、これ一応見した方がいい文字、一応違うよって、ちゃんと違うよって、違うよちゃんと違うよちゃんと別だよブロマイド届くから、ブロマイドね、当たらんかったらブロマイドにしてくれてるのね、ありがとう。ダダ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 ダ、なんかわざわざシールとか持ってきたけど使わんかったやん。どっちでしようかな。ちゃっちゃっちゃ、もうね文字も見えないです。じゃん。じゃあ右と左にしよう。あ、のぞちゃんとちゃんと2つ入ってるよ。のぞちゃんとここちゃん。どっちにしようかな。どっちにしようかな。もうキャラクター守れないんだけど。じゃあ右と左。これくじ引きしてるように見える？じゃあ私は右利きなので右にします。右利きなので右にします。右利きだから今日は右。じゃん、あ、のぞちゃん、のぞちゃんでーす。ということで、じゃあ私の T シャツはのぞちゃんにプレゼンツフォーユーしたいと思います。かっくね、頑張って。当たらんかった方はね、また次回またやると思うから。今回のやつも本当はオンラインじゃなくて、あの現場でやろうと思ってて、そう、右利きだから右にしたらのぞちゃんでした。へい、やった、ありがとう。またやるからちょっと待っててね。あとみんなが当たるものにできるようにちょっとじゃあ考えてみますね。次はブロマイドよろしくね。はい、ありがとう。じゃあ皆さん、あのね、 T シャツと頼んでない方もぜひユサーラの特典を買ってください。だってこんなにキュルルンになったんだから。キュルルンになったよ。みんなが当たったらくじじゃない、それはそう。みんながハッピーくじみたいな、もう外れないみたいな。帰ります。うん、ありがとう。どう、このキュルキュル感、キュルキュルに慣れてるのかな、キュルキャワリ。どうですか。特典券6枚で T シャツなのでお願いします。そしてエマも今売ってるみたいなのでエマゲットしてね。タバコ加えてる方が様になってしまっている。そんなことないよ。
そんなことないよマジ慣れなさすぎて無理なんだけど。今日は地雷系の感じの特典にします。じゃあここは大好き、ありがとう。メンマ好きだよ。シュキピ え、めっちゃ今良くない？クロミちゃんだよ、だってこれちょっと私リップつけてるから。そう、 T シャツ抽選あったのよ今日。安原もともと9日お休みさせてもらってたからあれだったんだけど、ちょっと安原が着てないって思われちゃうのはあれなので、後でいっぱいギュッてしとく後で着ときますね。後で着た写真載せときます。メイが着たっていうのが大事だと思うから。お先にお爪さんありがとう今日は地雷っぽくキュルキュルになってみました。通知今見て泣いた。マジ？ちょっとまたやるわ。 T シャツとエマとブロマイド2種全部頼んでありがとう。今日はその苦手に挑戦を昨日やらなかったから、今日その自分が苦手な可愛くキュルキュルになるっていうのを挑戦してみました。なんかもうほんと普段とメイクが違くてそわそわするんですけど、まあ、まあまあまあ蜂用意しんないやんそれ蜂はマジ苦手だって刺すじゃん、怖すぎ。エマ忘れてた、まだ間に合うんじゃないかな、頑張れば。閉めましたって連絡が多分ないから、多分だけど今日です。まあ、今度こういう感じでね、こういう感じでライブ出てもいいのかもね。絶対嫌だけど絶対嫌だけどとか言っちゃった。めちゃめちゃ嫌ですけどね。これがそのツインテールの巻き、ここがキュウキュウしてるのがきっと大事なんだと思う。ちょこちょこギャグ挟んでくるのずれ絶対にこれでライブはきついけど本当はもっと二重幅広げなきゃいけない、多分多分だけど、じゃない？ならんかった、二重広がらんかった頑丈な二重だった今自分が。諦める、ごめんなさい、いいのよ。ブロマイドもレアなので10枚特典書くの忘れた。大丈夫だよ、メイだよね違う、メイだよねメイだよね。ラバタンこんばんない、こんばんない、こんばんないもうマジ疲れた、無理ちゃんと正統派にやりますね。得点はめいちゃん、シカシカありがとう。
変なの、ほんと。オレンジシガレット美味しすぎてちょっと止まらないんだが、鼻が詰まってたのが取れてきた。上目遣いは中に出ました。顔が怖くなってた。やばいやばい、すがれちゃったよね。キャバ嬢の控え室にしか見えない。そんなことないよ、そんなことないよ。キャバ嬢はもうちょっとねしっかりしてると思う。髪の毛とかどっちかというとガールズバーだね。タラマラちゃんこんばんは。マルマル、ちさんこんばんない。めっちゃ笑ってくれてるやん。今日はキュルキュルメイクに挑戦しました。誰だよマジ。ガールズバイさ。それは本当にそう、マジでいそう、絶対いるよこれ。ピンモンしか勝たんって言ってる、絶対やってる。こんなアイドルいるよねマジ、絶対いるもん。メイタン好きすぎて死んじゃう。死なないで。人来るたびこれやるのかな、面白すぎるんだが。コンカフェにいたら毎週通ってくれるの、頑張ろうかな。トークポートしたいな。メイタンの明日あるよ。ワンピースの水かさとかもありそう。ワンピース超短い今、マジで短いから、超短い。短くないこれ、どうしたらいいんだろう。しかもめっちゃ静電気で張り付いてくるの、やばかった今。可愛い声出した後すぐ靴に戻るのか。ありがとうございます。この感じのかすれてる感じが酒かすにしか聞こえないよ本当に。ガールズバー明日も会いに来てくれますか。明日できるかな、できるかな。予約してたの。ありがとう。ヘイチ、めいちゃんめいちゃん、何どうしたの。苦手なことに挑戦してみた。キュルキュル可愛いみたいなのが苦手だから頑張ってそうなってみようっていう配信をしました。1時間半ラストだと思うけど、トークポートまだ開いてないな。ありがとう。フルニーこんばんめいちゃん、やっほー。キュルキャワ配信はいいね、いいねいいね。キュルキュルかわいい。もうね、素が出てきちゃって大変。キャンセルはしないで。挨拶してくれるのやって。挨拶って何、挨拶って何、
さっきみたいなやつ。こんにちは、ヘイチさん。マジで無理、もう疲れた。もう保ってられないよ、自分を。次回の47配信に一枠できそう。本当に？何やるの？メレンゲクッキーを作りたいと思いますってやった方がいい？くるん？マジで可愛い、本当にありがとう。はじめまして、キュルルンです。よどどだだもうやさぐれてるよ、もう心がすさんでる。フリートーク、フリートークやんのこれね。保てるかな1時間しんどいな。頑張れんのよ。もう今私が食べたいのはこちらのおつまみにんにくです。かわいすぎて怒る。怒らんといて。ギャップが面白い。面白くないよ、もう大変だこれは。リボンつけてる、ハーフツイン頭の上に。声色と出てくるもののギャップが大好きなんだよこれ。明日のトークポートこれきつまずこのメイク作り上げるの1時間かかるんだけど。ハーフツイン、それは貴重すぎる。貴重や貴重。ラフでいいよ、ラフでいい。いや、みんなにはね、これのせ匂い届かないから食べるんですよ、今日。だってこれ以外に買ったもん教えようか。刺身でしょ、あのね、豚肉とガーリックオイル。どんだけニンニク好きなんて思われるやん。いい匂い、いい匂いです。これは詰め替え用なんですけど、あの詰め替えるものないんですいやこれそのまま使わないといけない。詰め替え用って見ずに買っちゃった。ガーリックソルト好きなんですよね。一枠になってしまう可能性があるので一応質問、何でしょう。ニンニク、ニンニク好き、ニンニク好きなのよ本当に。私すごく超好きで、ニンニクがみんなが思ってるよりも。飲むことしか考えてなさそう。刺身とおつまみとニンニクとニンニクソルト。でもね、マジで飲みに行く人みたいな食生活してる。うまっ。制服とお揃いパーカー、お揃いパーカーがいい、いい匂いよ本当に。あのね、みーちゃんね、ニンニク大好きハートハートキュンです。イエーキュンです。うまっ、マジでうまい。パーカーがいいな。
キュンです低い声でキュンです。 Yes, キュンです。キュン通り越してズッキュンです。慣れない声出すから、あと2個しかないよ。楽屋裏感が半端ない。そんなことないって言ってるじゃん。イエーイキュン超えてズッキュンです。ニンニク美味しい。みんなニンニク食べた方がいいよ。あんま食べ過ぎるとね、お腹壊すらしいけど、超美味しいですこれは。リトちゃんやっほー。ニンニク超好き。これはさっきの枠で食べた石川県のお柿。あなたを愛します。いっぱい愛してください。空海お宅できてないの？まだ。早くめいちゃんとこいで。足りることは一生ないから大丈夫。みんな一緒にいっぱい愛し合ってこうぜ。またつまみになりそうなそうだね、おつまみ系が好きですね。お宅にも推しにもまだ会えてないから、まだ新年明けてない。12月39日みたいな人や。めいも今そんな気分。なんか年越した感がマジでなさすぎて、なんか本当にバンザイファイターメイキングのメイタンの小指を見てニヤニヤしてます。短いよね、マジで。小指めっちゃ短いんですよ。どういうことみたいな。まずここの段落がすごいのよ。段落がなんか横にこう落ちてってる。ストーンって。めっちゃなんかね、どうなんですかね。私自分の手をどうとか思ったことないけど、どうなんでしょう。汚い方だと思う。手はそこじゃない。あ、こうやって立ってるやつ、なんか長く立っちゃうんだよね。先生持ってる時にね、なんでか立っちゃうのよ小指が。わからないけどねいや、みんな元気にしててほしい。本当にこれは石川県のやつ。あれでしょ、笹の持ち方これでしょ。私も昔こうやって持っててやばいって言われたから頑張ってこう持つようにはしてるけど、全然マイクの持ち方毎回違うと思う。
めいちゃんのもぐもぐ見たらお腹空いてきた。ごめんね、なんかおかきとかあられとかなんかそういうのばっかで。あーさん、こんばんない。一般人になっちゃったの？ダメだよ、リトちゃん。そう、こうやっての歌ってるよね。さっちゃんはずっとこうだよ。メイもずっとこうだったけど、こうやってちゃんと持つようになりました。ここでなんかリズム取ってる時とかある。野菜ジュース。晩ご飯はシガレットとおかき。あ、こういう女子にぴったしのミルクティーだよ。今日は雰囲気ある？本当に？今日はキュルキュル、普段やらないキュルキュルメイクしてました。野菜生活100アレタミカンミックス。いいね、みかん。疲れないで。もう疲れちゃったよ。雰囲気違う、雰囲気違う。あの、苦手に挑戦しました。もう疲れた。もう無理、もう無理だよ、もう限界。動画待ち。持ち方といえば箸のこと動画かなんかで言ってたけど、私あのお店とかの箸長すぎて持ちづらくて、たまに変なになっちゃう。手ちっちゃいから。同じ持ち方してた。嘘。予告なしでこれしてたら心配になるよね。どうしたお前、どうしてキャラ変かよと思われちゃうと思う。お箸その持ち方。そういうぶりっ子キャラが苦手。ぶりっ子キャラもそうだけど、なんかザ可愛いっていうこういう地雷系のこういうザキュルキュル可愛いフリフリみたいなのが苦手で、ね、私はもうメンズライクな感じだったりとかカジュアルが好きだから、こういうのやってこなかったんですよ。だから苦手に挑戦って昨日みんな頑張ってたから、私も苦手に挑戦してみました。一緒に思い出作ろうな。めいちゃん可愛いからありがとう。めっちゃ女の子の服送ってもらっても日の目を浴びることがほぼないと思う。めいめいこんばんでい、せみたんこんばんでい。普通に可愛い、ありがとう。あ、違うのよ、なんか自分が可愛いとか可愛くないとか似合ってる似合ってないとかはもう関係ないんです。自分が耐えられないの。これからも着れるんだじゃない。顔がツボ？アンクとかマーズとかね、リズリサって感じでは絶対ないね。アクシーズとか何や、嘘、買ったことないわ。そこの4点。リズリサでリュックだけ買ったことある。別キャラ作ってもいいけど1時間は持たないね。3分が限界。ウルトラマン。なんか昔芸名作ってたら、芸名をもし今の安原芽衣じゃなかったら何にしてたって言われて、城ヶ崎キララって言ってたんだけど、城ヶ崎キララだったらあのこういう感じだったと思うよ。名前に負けないような
普段通りの喋り方とか仕草でもメイクと髪型でも十分。本当にトークポート3枠分きついな。1対1きついな。いいスクショが撮れました。バチボコに原宿系リッスン見れば聞いたことないな。どういう感じなんだろう。2年後とかこっち系で生きてたらマジで絶対ないと思う。城ヶ崎キララは若手演歌歌手か。嘘。城ヶ崎キララです。好きな食べ物はいちごとおつまみにんにくです。おつまみにんにくしか勝たん。勝たんです。永遠にキュンしててください。ズッキュン。ニンニクはもうね外せないね。世界一うまいわ。ニンニクは押してくよ。大事だもん。買えばよかった。なんかこれが一番、このおつまみにんにくが一番なんか塩とのバランスがめっちゃいいんですよ。マジでおすすめ。龍ヶ崎キララの必殺技がありそう。キュロロンビームズッキュン。ちゃんやほこんばんは。おつまみにんにくが世界で一番うまいよ今。私の世界では鼻詰まってるから匂いしないし。私は匂いしないけど周りは迷惑っていうね。ウィンク。そう揚げてある、そうカリッと食感の揚げたニンニク。可愛いのと半面のスクショでキュンしながら笑ってる。すいません、下から撮らないでもらってもいいですか。あ、絶対斜め45度上からじゃないとちょっと無理なんで。あ、すいません、あの光足りないんですけど、自然光めっちゃある時以外は絶対ライトもらってもいいですか。あ、ちょっと下からは本当に無理なんですよ、すいません。って言ってそうじゃないこいつ。ウインクはダメ、スクショ。キュルルンジャパンリーダーの城ヶ崎キララ、今度買ってみよう。マイマイビーム。あ、どうだっけ、こうだっけ。あら、ヤギちゃんやほー。注文の多いキララ。そう、注文の多いキララ。こいつ多分1ヶ月で辞めるよ絶対グループ。腹痛い。戻るな。でも1ヶ月か3ヶ月ぐらいで多分グループからいなくなる大体。こういうやつは絶対そう。協調性ないからね。漏れだけを意識してバエトで、バエト漏れだけがちょっと意識あの大事なのね。でも踊りとか歌とかできないんですけどみたいな。無理してるよ。無理しかしてない。
裏垢でオタクとかメンバー運営バチボコに絶対叩いてると思う。もう絶対裏垢とかめっちゃある。もう絶対裏垢3個ぐらいあるよこの女。絶対に1個アイコンあれだから、ピンモンだから、絶対そうだから。大体こういう写真とかちょっと肩上げがち、声の低さつながり解雇やば、闇垢ありそう闇垢受けるマジやんだ絶対やんでねえじゃん。ピンモン敵視しすぎじゃね。私ピンモン飲めないんで。俺かな、いたいた、ピンモンの旅がいっぱいいるよ。ピンモンが一番おいしいんでしょ。半年後に別のグループに別の名前でいそう。確かにメイタン好きです、ありがとう。パパにバッグをよく買ってもらってそう。あの新作のバッグ欲しいな。ピンモンが一番飲みやすい。え、なんかよく聞くそれは。聞く聞く。ノーマルが一番炭酸がきつい。へえ。欲しいものリストって一番さやばない？買ってってことやろ。スポーツドリンクなのあれ。ノーマルが好き。人によってやっぱ違うんだね。メインリーク分からんな。ニンニクうま。年末は運営者にだけだったけど、今度はメンバーも含めて、もう、あ、絶対喜ぶよみんなは。あ、白は微妙なんや。安い商品なら買ってしまいそう。あ、欲しいものリストね。私が今欲しいのは一眼レフとフィルムカメラとチェキとメイ。急に名前変わる？カタカナにするよ名前変えるんだったら。欲しいものリストやばいよね。萌えの鬼卒マジしょくないよ。絶対男に貢いでるもんこの女。この女とか言って自分の顔見ながらさ。500円貯金溜まってるんじゃないかな。でも全然変わってないと思うよまだ。ほらあんまし溜まってない。そんなにですね。そんなだと思うけど。使ってないから30枚入ってます。抜かれたってもわからんもん多分ね。これてかさ、オンライン楽市楽じゃなくてリリースイベント20時半までだったのに結構頑張ってるでしょ。そう頑張ってるのよ実は。
500円貯金するために札崩してて、あれ逆にこれ損してねって気づいてからやめて、やば、配信で現金数えてるんだよ。500円玉が、30枚ありました。500円玉募集してます。詳しくはこちらまでやばすぎるだろどうしてもメイタンが大好きすぎてやばい。本当に？ありがとう。かわいい。ありがとう。ありがとう。たくさん届く。500円ならあげたい。くれるんだみんな。募集は草だよね。もう。でも500円くれるんだったらチキ取ってほしいな。チキ1枚取ってほしいな。ウルキャン。ウルキャンは。ウルキャン会いたくなっちゃいますね。なんかムカつく。いや本当ムカつく女だから今。チェキのお釣りはメイちゃんやワロタ。そういうアイドルも一度してみたい。やばすぎるでしょ。絶対やめろ方がいいよ。幸せになんかなれない。物販に再銭箱を置いてあったら500円玉入れそう。入れちゃダメだよ。もう絶対。お釣りはめいちゃんにダメ。もうだったらもう食べてとか美味しいご飯食べたらいい。僕は姿を消して大丈夫ですか。どういうこと。びっくりしちゃうよそりゃ。いなくなったら千年突っ込んでくるスタイルです。初チェキ行きます。待ってます。あーさん待ってます。ピンポンとともに待ってます。まばたき多い。そうデイジーみたいな、ミニーちゃんみたいな。急にトップ読んだわ。地雷は耐性あるから大丈夫。私自身が耐性ないよ。早くメイク落としたいもん今。そういうことはやらないので安心してね。今度ハッチキ行きます。この間ハッチキ来てくれたじゃん。待ってるね。メイタンとハッチキしたいわね。してるやん。なんかおかしい。おかしい。そう今日はおかしいの。おかしいキャラクターなんで。ミルクチーを買いました。笑ってくれるんだったらいいよ別に。バレた。バレてる。城ヶ崎キララだから。でもあれですよ、明日からは普通に戻りますからね。もうこれやらないと思う。このアイメイクはまあいつかやってもいいかもしれないけど、ライブでここまでなんかピンクピンクな感じはしないと思う。もう絶対キララちゃんは初。そうだね。キララと初めましてしてくれますか。めっちゃ鼻詰まってんだけど。こういうメイさん嫌いでない。本当に絶対ダメだって。受け入れちゃう。みんな一回正気、もう正気になろう。えこいつがだってバこいつとか言っちゃったけどさ、この子がさバンジージャパンのリーダーだったら多分グループ終わってっから。ギャップ萌え萌え萌えキュン。萌え萌えキュン。まあそんなこんなでちょっと長めに配信しちゃいましたけども、皆さんありがとうございました。長いこと2時間も配信してんじゃん。ということで今日は苦手に挑戦してみました。T シャツとか楽しみにしててください。メイ君とも写真撮りたハッチキね。あ、メイ君ね。みんな好きね、メイ君。物販の受付でキララちゃんで注文しますね。じゃあ髪の毛とかメイクこのままじゃないかもしれないんですけど、
じゃあその時はキララちゃんのキャラクターでいきますね。楽しめたならよかったです。メイタンとの時期は9枚を、じゃあ2021年はもっと多くなれるように頑張ろう。一緒にもっと撮ろうねということで、じゃあそろそろ配信の方終了したいと思います。またいろんなこと挑戦してみようかなと思ってるので、よろしくお願いします。以上、バンデージパン石川家の伝道寺リーダーの安原芽衣でした。また明日お会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。お疲れ様、ありがとう、おつめいちゃんでした。バイバイ。10枚目、お疲れお疲れ、おつめいでした。おつめいたん、バイバイ。じゃあね、アデュー。